できない、わかるでしょ。たった8回で諦めるのか、ジルエアエル。何回やればいいの。できるまでだ。できっこない。また後にしよう。最初に試練に挑戦した時もうまくいかなかったな。ゲラルト、今は無理。これに比べたら試練なんてお遊びみたいなもの。でもそういう問題じゃない。じゃあなんだ。アバラックは戦いのことを考えている限りうまくいかないって。でも今子猫とかバニラプリンで頭をいっぱいになんかできない。教えて、どうやるの。何をだ。何が起きても冷静で集中していられる方法。うん、バニラプリンの効果は知らないが、元気づけにはランバートの自家醸造酒が一番だと思うぞ。死にはしないだろうし、試してもいいけど。別の方法を試すんだな。もう20は試したよ。心配いらない。全てを完璧にできなくてもいいじゃないか。剣も弓もいい腕をしてる。魔法は魔術師に任しとけばいい。そうね、もう一杯ちょうだい。何かあったのか。起きて行かないと。もう馬の準備はしてあるよ。シリー、まだ明け方だぞ。どこに行くんだ。ベレン、ハゲ山よ。魔女の集会までもう日がない。集会の主賓誰だと思う。知らないし、そんなのどうだっていいよ。アバラックとの訓練が終わったらノビグラドに行くぞ。忘れたか。予定変更。イムレリスが集会に来る。そこであいつを殺す。どうしたんだ。一体何があった。ベセミルの仇を討つの。魔女の集会、絶好のチャンスよ。イムレリスは酔って仲間とお祭り騒ぎをしてるはず。襲撃されるとは思ってない。自分が何をしようとしてるか分かってるか。ええ、やらなきゃいけない。早く移動しながら話しましょう。待て、先に伝えなくてはいけないことがある。エムヒルが必死に探していたのは知ってるか。イエネファーが何か言ってた。お前に会いたがってた。なぜ今それを言うの。お前の父親に会う。これが最後のチャンスになるかもしれない。行くべきだと思う。話をしたいだけかもしれん。それだけ。本当にそう思うの。エムヒルはお前に何も強制しないと約束した。行くべきなのね。父親だからな。ビジマは途中だし、やることにするよ。準備はいい。行こう。
皇帝陛下、こちらはリビアのゲラルトとチリラフィオナ・エレンディアノン、シントラト・ブルッゲの女王、ソドン公爵にしてイニスアード・スケリッグ並びにイニスアン・スケリッグの相続人、アトレとアブヤラの総主。なれよ、ニルフガードから竜の山まで誰もがお前の前にひざまずくようになる。約束を守るとは思っていなかったぞ。いつでも約束は守る。私もだ。報酬だ。助かる。ゲラルト。10、20、30、40、50、60、70、80、90、そして100。これで全部です。では、ここに署名をお願いします。さて、外してくれ。娘と話がしたい。こちらです。白狼、久しぶりだな。どうも、将軍。フォンター川は問題なく渡れたか？ああ。バングリーンのあたりの浅瀬を渡ったのか。リンデを通らなくて正解だ。あそこはまだ物騒だしな。ラドビットが西側から攻め入ろうとしている。王女が女帝となりこの地を治めるその日が来るまでそんなことはさせないがな。そうだな。我らが未来の主君はどうなさっている？帝位を継ぐと聞かれたらどういう反応をされるのか興味津々だ。きっと大喜びされるだろう。どうだろうな。その通りだ。彼女は助裁内、まだ決まってもいない申し入れを祝うようなことはされないが、拒みもされないだろう。その通りだな。想像できるか？ワインで酔っ払った吟遊詩人なんかにしか思いつかないような夢物語だと思ったが、大陸で史上最も強力な支配者が完全な勝利を収める前夜にその家で娘が戻ってきて相続を受け入れる。大衆はこんな話が大好きだ。もちろん美しくて繊細な王女もな。大衆ってのは。ゲラルト、行こう。お会いできて光栄です、殿下。私もよ。じゃあもう行かなきゃ。もう立たれるとは残念です。次の機会にはぜひこの続きを。私は結構よ。それで？父は私が金銀財宝に目がくらむと思ってるみたい。ところで、あのお金、あれは何だったの？皇帝は金をたくさん持ってる。ちょっと分けてもらってもいいだろう。それが目的だったの？全部そのため？違う。目的は最初からお前さん、お前だけだ。お金のためとしか思えなかった。そんなつもりは。なら受け取る必要はなかったでしょ。もういい。ベレンに着く頃には忘れてる。